皆さんこんばんは。今日は大高醤油の社内です。工場で松田次長といろんな回収場所の話や今後の工場運営の話をしています。こちらは鈴木明恵ちゃんですね。大高醤油に納品していただいた原材料の確認や出荷前の商品の確認をしています。コロナが少し落ち着いているので忙しくなってきました。さあお腹が空いたので今日は自分で運転してお昼ご飯を食べに行きます。地元の千葉県山武市、とってものどかでいい場所なんです。ちょっと今日はね、長めのドライブになります。山武市は結構広くて、今日は10キロ以上移動して僕がたどり着いたのは川島食堂さん。地元に愛される川食の愛称で有名な飲食店さんです。ここはね、アットホームでとっても居心地がいいんですよ。さあメニューをたくさんあるでしょう。結構選ぶの大変なんですけど、一つはもう決まってます。外にも冷凍の自動販売機置いてありましたけれども、餃子が有名なんです。ランチメニュー、セットメニューも結構充実してます。さあ餃子を起点に、これだけのメニューの中から今日僕が選ぶのは、考えちゃってますね。なかなかね、どれも美味しいですけど、今日の気分は、今日はどれだ、よし決めた、お願いします。さあ頼んでますね。納得して頼みました。こちら川島食堂さん、川食は、漫画本やいろんな雑誌が豊富に置いてあるので、注文あと料理が来るまでも決して、暇になることはありません。何を読んでると思います？おいしんぼです。頭の中は食べること、食べ物のことでいっぱい。さあ厨房では川食名物の餃子を焼いてもらってます。こうやって蒸し焼きにするんですね。その後にごま油を垂らしてカリッと仕上げる。さあ早く食べたい。できたかな。仕上がってますね。さあ一気にお皿にドン。かー、この色、この照り。さあお次は何やら揚げ物ですね。これ揚げ方がコツがあると思いますよ。中にこの火の通しが絶妙なんだ。ふう、いい音。さあ揚がったものに特製ソースをつけて、このソースもね、美味しいんですよ。さあもう一品、今度は特製ダレに、この極太麺を混ぜてますね。そう、よく混ぜて、よく混ぜて、具材を乗せていくようですね。まずは玉ねぎ、そしてニラ。山武市はニラの生産量がとても多くて特産品になっています。お次に刻みのり、そこへこれごまですね。
こへニンニクを、結構パンチ効いた料理ですよ。そして肉味噌、ネギもありますね。で生卵をのせて、さあ、おお、川島食堂の店主川島はじめちゃんです。はじめちゃん、いつもありがとうね。美味しい料理を、サンキューベリーマッチ。さあ、今日僕が頼んだのは餃子レバーフライ台湾混ぜそばでした。いやー、もうお腹ペコペコ。いただきます。まずは台湾混ぜそばからいってみましょう。まあ混ぜそばっていうぐらいですからね、しっかり混ぜて食べた方が美味しいですよね。この溶き卵、そこに、うわ、具材を混ぜ込んで、うわ、もう見てるだけでたまらない。早く口に運びたいな。でも混ぜるのも楽しいんだよな。さあ、行きますよ、行きますよ。 Into the mouth。 最高なんだよな。いやー、こー、うまーいが出ちゃった。ああー、よかった、戻ってきました、二口目いかしてもらいます。もうね、口の中にね、玉ねぎの甘みやニラの香りや、このネギのシャキシャキ感や、もういろんなものが混ぜ合わって、肉味噌、卵、もうパラダイスな感じなんです。さあ、続いて、これが川食名物の餃子です。口の中に入れるとですね、もう肉汁がジュワーッと出てね、もうたまんないんですよ。こういう顔になっちゃうんですよ。あー、前も見ちゃいます。うーん、美味しい。チラ見してますね。まあここは2個連チャンですよね。見てください、この顔。こういう顔になっちゃうんですよ、食べれば。もう口の中にね、本当にジュワーって、すんごい美味しいんです。うなずいてるもの。さあ、これレバーフライ、中のレバーに絶妙な熱のをかけて、食べた時にジュワッとこうくる感じでね、こう技術がいると思います。うん、特製ソースもね、とってもよく合います。僕は結構このキャベツとね、一緒に食べるのが好きです。うん、Into the mouth return。 くわー、ね、もう前見ちゃいますよ。うん、わんぱく坊主。まあお昼ご飯っていうのは、こういうわんぱくにね、もり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 食べた方が美味しいですよね。もうお昼に、栄養を蓄えて、英気を蓄えて、午後の仕事に邁進する、そういうことですよ。ガツガツいってみましょう。ラストスパート。ガブリ。最後の最後までガブリ。納得。いや、美味しかった。すいません、なんかすいません。さあ、お水を飲み干して、かー、うーん、本当に
ありがとう。ごちそうさまでした。もちろん完食。どうもありがとうございました。あー食べた食べた、これはもう、さあ午後の仕事も張り切って頑張るぞ。あーまた跳ねちゃった。